独特の香りが香っていい匂いです。中断でこれですよ。いける、ダメだって。ちょっと待ってね、これ魔法に。魔法におはようございます。原山瑞希です。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新年一発目のサウナロケはこちらです。ラッコ、今は厚木に来ております。厚木といえば厚木健康センターじゃないですか。すごくいいっていうのをずっと聞いてたので今日やっと来れました。嬉しいです。新年一発目、見てください、漫画本が5万6000冊、漫画喫茶を超える品揃えでして、温浴業界日本一。いいですね、一日入れちゃう系だ。ここも行ってきます。着替えました。今回も特別に水着を着用して入らせていただきます。では早速行きましょう。わー、お広いですね。お風呂の数が多いと聞きまして、バイブラー系ですね。あ、超音波風呂、水風呂はよく YouTube とかで見る水風呂ですね。炭酸風呂もある。ここがサウナ、温泉完璧です。広い、椅子も多い、充実してます。ここは何ですか。草津温泉味わえるってことですね。じゃあここでこれもぜひ入ってみたいです。どっから入りましょう。じゃあ薬湯入りましょう、せっかくなので。そこから温まってます。ここに入ってるんですかね。うわー、8種類もの薬草が入ってます。薬草湯の山陽、休養、保養、療養、全部揃ってますね。薬湯独特の香りが香っていい匂いです。なんか肘がヒリヒリしてます。効果ですね、これは。汗かく気がする。肘がヒリヒリします。初めてです。中断でこれですよ。いけるってぐらいですね、やっぱ上段は。薬湯入ったからなのか、暑さプラスヒリヒリ、
で余計に汗かいてる気がします。サウナストーンがまたこれでかいですもんね。わあ、ちょっと立っただけでやばいですね。わあ、大きいなサウナストーブ。ストレートにガツンとくる真っ向勝負の暑さです。戦っておりますアナヤマ。今年も熱い戦いになりそうです。暑いちょっとね、せっかくなんで、あーもうダメだって。暑いわ。暑さが全然違う。いや、体感だと120ぐらいあるように感じます。このなんかこう全員で前向くスタイルのサウナ室いいですよね。こんなに水風呂入りたいって思うこと久しぶりですもん。やばいです。息をするのも熱い。水風呂行っていいですか。気持ちよくさせてくれる温度でいいですね。気持ちいい、嬉しいです。これは外気浴です。やばいと、もう今ヘロヘロなんですもん。わあ。これはすごいな、やめられないな、ハマっちゃいますね。ここの整いを知ったら、わけわかんないです今。わけがわからない状態です。水風呂の時点で浮いてましたもん。風の通り方も気持ちいいですね。ちょうどよく空いてて、天井もあるから雨の日でも大丈夫ですしね。なんだろう、あんなに暑くて中に入ってる時はうわ、やばいやばい無理って思ってたけど、入りたくなっちゃってる自分いますわ。かかっちゃってますねこれ、魔法に。体が慣れてきたのか、あんなに熱々に感じてたのに入れちゃってて癖になってます。もう見てください、2周目にしてやっと横見れました。外見えるんだ。これは嘘だ。ではバックフローリュー始めます。今フローリュー姉妹です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。フローリューさせていただきますね。量がえげつないですって。こちら入れさせていただいて、この室内でこちらのブロンを使って、お一人様ずつに風を送るサービスを爆風ロリューと呼んでおります、はいはい、で風速80メートル、体感温度100度以上になりますので、お客様の体調に合わせてご参加の方お願いいたします、はい、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ始めていきます、私体ねありますよね。
ますか？ダメです5秒、5秒イエーおかわり5秒はい、では行きますね、そこから行くんですよ、もう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 、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、すごい気持ちいい、どうしよう、すごっ、なんだこれは、感動しました、熱すぎる、熱っなんかこれに耐えれたらどんなことにも耐えれる気がします、私今年カツ入れてもらった気がします、出てこきません。なんかもう本当に整いの極みです。どどん。整いの極み。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。アンドサウナでは私たちも使っているこのサウナハットやオリジナルグッズを発売中です。いろんな種類があるので詳しくは概要欄をチェックしてね。